改札ホーム、日本大通り駅は、神奈川県横浜市中区日本大通にある、横浜高速鉄道港未来線の駅である。副名称は、県庁、大桟橋。駅番号は、MM05。当駅周辺地区は、横浜市における都心の一つである、横浜都心に指定されている。日本大通とは、横浜公園から港への通りが及び、沿道の地名のこと。 1866年の横浜大化の後、諸外国との間に締結された役所に基づき、外国人居留地と日本人居住地の間に、炎症防止のための街路が計画され、日本初の西洋式街路となる、この街路は1875年に日本大通と命名された。駅名称は、日本大通に、送り仮名の、利を付け、時間を和らげ、日本を通りとした。 計画段階での歌唱は県庁前駅であった。神奈川県からは県庁の名を残すよう要望され、さらに横浜市公安局から大桟橋も名称に加えてほしいという要望が出されたため県庁大桟橋の副名称がついた。島式ホーム一面二線を有する地下駅。改札外は地下1階、ホーム階は地下3階。 改札口は一箇所のみ設置されている。エレベーターとエスカレーターが配置され、トイレはコンコース内にありいた機能トイレも併設されている。2012年より近隣の横浜スタジアムを本拠地とするプロ野球球団横浜 DNA ベイスターズのロゴマークなどがホームやコンコースに掲出され、2013年より発車メロディも球団家の熱気星たちよに変更された。 なお、2019年3月29日からは、発射メロディが、同球団の応援歌の、勇者の遺伝子に変更された。メロディの制作は、スイッチ、編曲は、福島直也が手掛けた。県庁口スタジアム口条文センター口2020年度の1日平均乗降人員は16,974人で、ある。港未来線の駅では、横浜駅、港未来駅、 元町、中華街駅、馬車道駅に次ぐ第5位である。開業以来の1日平均乗降、乗車人員推移は下表の通りである。以下の路線バスが乗り入れている。ありがとうございます。